はい、ありがとうございます。それではですね、これから私の方からまた新しいこの宮城大学という被災地の大学の中でですね、いろんな復興活動を遂げてきました。その中で、私がちょうど取り組んでまいりましたの森の学校というプロジェクトがございます。こちらにつきまして、今日本学会からも大変名誉ある賞をいただいておりますので、それも含めまして、また日本経済共生学会の方からもですね、賞をいただいております。そうした今日皆さんにこうした場を通じて、東日本大震災を通じて我々地域がどうそれに取り組み、そしてまた未来を作ろうとしてきたのかということで、その事例についてですね、お話しながら私の方の、また展望というものについてもお話してまいりたいと思います。それではよろしくお願いいたしたいと思います。それではスライドの方をシェアさせていきます。スライドの方はいかがでしょうか。シェアされてますでしょうか。見えております。はい、それでは、これから45本報道かと思いますが、講演させていただきます。宮城大学の風見でございます。改めまして、本日はよろしくお願いいたします。本日ですね、お話しする内容ですが、こちらの今回日本環境共生学会の地域シンポジウムということで、お話ししようということでしたので、大きな題としては震災復興から発する東北の未来創造というこれからの東北の行方、それについてこの森の学校を作ってきた経緯からお話をしていきたいと思います。まあ、サブタイトルとしては持続可能なコモンズの創造ということをメインにお話したいと思います。まあ、コモンズというもの、大変こういった社会学や、環境学でも様々なところで議論される大変古典的なテーマであると同時にですね、これからのその環境を守っていく、環境を持続可能な地域を作っていくという意味で、コモンという概念が大変重要であるというふうに感じています。まあ、そういった話を今日お話していきたいと思います。それでは、最初に私の簡単なプロフィールですが、宮城大学の今理事副学長をしております。研究学術情報産学地域連携国際交流担当しておりますが、ちょうどこの4月にですね、研究推進地域未来競争センターという新しいちょうどセンターを作りまして、そのセンター長を兼ねております。震災から10年を経ちまして、また震災ということの契機の中で次の新しい10年をどう作るかということのために、地域の新しい競争プロジェクトを作っていこうという、新しい組織を作りました。まあ、今日の大きなテーマでもあります、地域の持続可能な未来、これをどういうふうに作っていくのか、私はこういった専門が建築から発しまして、都市計画、地域計画、環境政策、コミュニティビジネス等を主に担当してきましたが、その中で、震災復興という本当に大きな場面に出会うことになりました。今日はそんなお話をしていきます。簡単にこの略歴書いてございますが、ちょうど私自身は1960年生まれなんですが、ちょうど、本当にそうですね、震災の前は、主に建築を学び、大きな建設会社で仕事をしておりました。その中では、本当に都市開発という中でとても持続可能な社会に向けての疑問を持つことも多々ありました。私は美しい田園風景で生まれましたので、都市づくりをやりながらいつしか田園都市、ハワードの田園都市というものに大変興味を持ちまして、この日本環境共生学会の発端が、ハワードのその田園都市のところに帰着しているという、基盤としているということも大変ご縁だったんですが、ハワードの研究をしたくてロンドンに参ります。でその時に92年に地球サミットに出会うわけですが、それ以降持続可能な社会を目指して新しい学問を作りたいということで、日本に帰ってまいりました。東工大の林田先生のもとでですね、持続可能性指標ですね、持続可能性指標の開発ということで、学位論文をいただきました。その中で、手浅建設の中では環境デザイン、ランドスケープに自分自身が転向しながら、多くの環境共生型の街づくりを率いてまいりましたが、ちょうど2008年にご縁がありまして、宮城大学の方に教授として就任することができました。そして地域づくりをしている中で2011年3月11日を迎えます。本当に南三陸や今日もありました気仙沼や、
東松島市いろんな市のお手伝いをしてましたので、本当に一日違えばですね、私は東京で被災しましたが、一日前まで沿岸部にいましたので、まあ、本当に震災というもので命を救われた一人です。まあ、その意味では震災復興に、まあ、これ以降の自分の人生をかけていこうという思いで、まあ、10年走り抜けてきました。まあ、様々な復興計画をしながら、そこでたどり着いたのが今日お話しする東松島市の森の学校ということになります。まあ、大学の校務では16年から学部長、事業構想学部というところにおりますが、その学部長を兼任することになりまして、19年から理事副学長ということで、勤めておりましたが、ちょうど2017年、東松島市の森の学校が完成すると同時にですね、グデザイン賞をいただきました。まあ、これは建築の作品という以上に、地域でコミュニティデザインをしていく、地域の力で新しい社会を作っていくというそのプロセスにいただきました。昨年ですね、日本不動産学会の会長賞や、この日本環境共生学会の著述賞、環境活動賞をいただきましたので、まあ、それも含めて、本当に感謝を込めて今日講演をさせていただければというふうに思います。私の様々な活動をいろんなメディアに取り上げていただいておりますので、まあ、ぜひまたお時間になるときにご覧いただければと思いますが、まあ、ちょうど、大変なご縁、面白いことに、この程度のトークを開かれたときに、ちょうどスピーカーの方に、私と畠山さんが同時に壇上に立ったのを覚えております。また世界的な経済学者の宇佐博美先生の、社会的共通資本の実践例ということで、いろいろご紹介いただいたり、まあ、世界各国から取材をいただきましたが、震災復興ということがこれからの教育にどう影響を与えたのかということをいろんなところで話してまいりました。主な著書を簡単に挙げておきますので、またご興味のある方はですね、まあ、明日の田園都市、ハワードの本の、まあ、読解した本であるとか、コミュニティビジネス、また、まあ、恩師とともに書かせていただいたこの持続可能性アセスメント、またコモンズ論、今日のテーマでもありますが、そういう本を著しておりますが、ちょうど一番左にあります、森の学校を作る、まあ、この内容は、森の学校を作ってきた10年を編纂した、著書であります。まあ、これをぜひ広めていただいて、本当に子どもたちがこれからの社会をどう生きるのかということの礎を作る、また森の学校を今日見ていただけますが、そういった本当に自然とともに学ぶ学校を全国に広げたいという思いで活動しているところであります。それではですね、今日震災復興、地域からの震災復興ということで、遠くから発する遠くの未来創造ということで、これからお話をさせていきたいと思います。我々にとってですね、この2011年3月11日14時46分、この時間を忘れることはありません。この写真であります南三陸の防災庁舎、佐藤町長がこのアンテナに本当にしがみつきながら命を取り留めた大変壮絶な地であります。そして、まあ、この日は我々が築いてきた都市というものに対しての大きな継承を与えられた日であるということも言えると思います。言ってみれば、この歴史が破壊された日ということで、この日を境に我々の社会というものをどう作るかということが始まったと思います。今日のもう一つのテーマでもある東日本大震災とともに、大変な被害を、受けました、原子力発電所の問題、こういうことも含めて我々が都市という文明の中で生きてきたことへの継承として受け止める、そんな日々が続きました。これは震災直後の宇多津南三陸町の様子ですが、本当に自衛隊が日々入っていただいて、まあ、戦後の人間ですので戦場は見ておりませんので、これが戦場かと思うような悲惨な本当に日々でした。そしてちょうど10年を迎える、2月ですね、また震災大きな余震がありまして、遠くの人間であれば、これは東京の方も大きな被害を受けたと思いますが、全国の方にとって忘れぬ日でありますが、2月13日でしたか、まあ、その日は本当にまた、もう体が凍りつくような思いがしました。まあ、そういう意味でこの経験をぜひ絶対に忘れたらなりませんし、またそれをしっかりと心に刻んで次の安全な安心な社会を作らなきゃいけない、そういう日々で毎日を過ごしてまいりました。そしてこの大震災のもたらしたものというものはどういうものなのか、少し考えてみました。それは一つは20世紀というのは大変大きな都市の世紀だったろうというふうに思います。
そしてその都市の正規ということが意味するものは、一つは豊かさを求めた結果、都市は豊かであったのかということです。そして皆さん、多くの人が気づいたように、真の豊かさは何かという命題に近づきます。そして 3.11 は、言うならば都市文明の限界、都市システムの脆弱性ですね、また食やエネルギー、こういうものの生命の基本条件の再認識、都市インフラや経済システムの複雑系が露呈し、また遠くにおいては豊かな自然環境、今日もありましたように農林水産業、漁業が特に大きな壊滅を、被害を受けました。こういうことから立ち直るということが、大震災の一つのもたらした出発点だったわけです。そんな時ですね、この復興構想会議が政府で行われ立ち上がりまして、その中に当時の日本健康行政学会の会長でもありました大西先生が、復興構想会議のメンバーに入られておられて、この、シンポジウムの中でこういったご説明をしていただきました。この復興構想会議の7つの原則、政府というものは国のサイドから復興を行うものでありますが、その中で、この2、3、4、7にありますように、地域コミュニティ主体、また遠くの潜在力、また地域の強い絆という言葉が打たれてました。それは政府の役割と、地域の役割をどう捉えるかということだったとありますが、私にとっては、これからの復興というのはやはり地域からやるべきだということについては大変共感をしましたし、またそれをどういうふうにしていくのかということが大きな課題だというふうに受け止めました。そして私が自分に命じたのは、地域の絆を取り戻すということです。これは地域の誇りは希望、この再生と創造ということですね。我々にとって本当に故郷が失われ、また仕事も住まいも失われた、そういう被災地の方々を訪ねながらですね、復興計画を作っていくときに一番本当に元気をいただいたのは、地域の被災者の方々の本当に元気です。そういったまた地域の支え合いですね、そういうものをやはり基盤として震災復興があるべきだというふうに思いました。言うならば、東北地方というのは大変豊かな自然環境と歴史文化に基づいております。その中での持続可能な地域産業が培われてきたわけですが、ただ産業というものはどんどんそういった地域産業が衰退してきました。ただそれと同時にですね、縁や良い公というのは遠くにもありますが、こういったコミュニティ組織というものが力強く継承されていて、もちろんそれもいろんな衰退の危機にありますが、それに対する存在感というのは大変遠くは大きいものがあります。そうした世界中からこの震災の時に評価された一つの大きな要素は、そういった相互扶助や支えによるコミュニティ力だったというふうに私は思います。そういう意味では、遠くには地域主体のコミュニティ、地域主体のまちづくりがたくさんあります。この鳴子の米プロジェクトもですね、この大崎の鬼神戸地区の寒冷地のお米を支えるために、新しいそのマーケットの仕組みを作って、風景、農村風景を作る、守るためにこの米作りを守る、そういうようなテーマで行われているものです。言ってみれば、その地域の力が持続可能社会を作る基盤であると私は考えています。そして震災復興に向かい合うということになったわけですが、まず短期的には何をすべきかということで、まず居住地の確保や生活環境の促進、仕事づくりということになるわけですが、暮らしと仕事を同時に失った方がもう多々おられまして、いや本当にその方々のまず何を始めたらいいのか、本当に大変な日々でした。そして徐々に移転地が決まり、またコミュニティは本当に離れ離れにはなりましたが、新しい生活が始まりながら、ただ産業づくりは大変遅れてました。そして政府は創造的復興という言葉を掲げておりましたので、創造的復興は何かということをいろいろ考える、その中期のテーマでありました。そしてこのような様々な社会セクターが分離しているということが、私にとってやはり大きな課題だというふうに思いました。そして長期的なスキームの創造的復興を支えるものは、地域社会が抱え支える地域産業の再生と創生であろうということです。言うならば、地域主体の地域循環型産業の創生ということですね。まさしく農林水産業、またその他の大産業を含めて、いろんな産業が地域のもとにつながって循環し、そして地域の付加価値を地域外に輸出していく。そしてその時に、さまざまな震災の時にですね、地域貢献型のファンドやソーシャルファンドがたくさん起きました。ミュージックセキュリティーズやソフトバンク、さまざまな、また国からもいろんな補助金がありましたが、ただこれは
補助金ありきではなくて地域の本当にやるべきことに与えられなければいけない、まあ、そんなことで地域主体の循環型の産業というものを作ることに尽力してきました。そしてこの地域の絆を、まあ、取り戻していくということで、この地域の誇り、この規模の再生を具体的にどのように進めていくか、それがその真の創造的復興とは何かということに至ります。そして私が、この掲げたテーマは持続可能な社会を自らが作るということです。まさに自らが作るというプロセスをどう作り上げるか、まあ、これが大きな挑戦でした。そして私は先ほど申し上げた1992年のアースサミットを思い出しました。地球環境時代が到来していましたが、経済優先主義から環境共生主義を与えられる中、なかなかこの日本においてもヨーロッパにおいても具体的な策というものが浮かび上がらず、また気候変動の話も今日ございますが、まあ、気候変動も大変対応が遅れていました。1987年にはこのワーコモンフューチャーというまさに素晴らしいこの目標が掲げられましたが、まあ、この中で持続可能な発展ということの定義がされます。そして92年にこの国連環境開発会議において社会経済環境の共通の目標像、環境経済社会のトリレンマをいかに解決するかというテーマになりました。そしてそのソリューションが先ほど話したローカルアジェンダと私は考えました。持続可能性の定義は、将来の世代が自らのニーズを充足する能力を損なうことなく、今日の世代のニーズを満たすような発展というふうに書かれています。このことはまさに世代間共生。我々は将来、我々の子孫の人たちが、この今の決定に参加できない、そういった矛盾を抱えています。その意味で、未来の世代のとの共生、そして合意形成、そして環境条件、もうギリギリに迫った環境条件のベースラインの維持ということがあろうかと思います。そして92年のローカルアジェンダ21は、地方公共団体の取り組みの推進を謳っています。ローカルアジェンダをしっかりと作っていくと。その背景の中で、環境省が環境基本計画、その他のいろんな活動をしており、また今の SDGs の動きがあるというふうに思います。そうした現在、我々は本当に震災復興を目に刻みながら真の豊かさを追求するための社会づくりをしていく必要があるというふうに思います。まさにこれから地域で持続可能な社会、地域をどう作るか、まあ、それがこれからの大きなテーマだと思います。そしてこの地域主体の創造的復興を目指してということで取り組んでまいりました。そしてその一つの事例として今日お話しさせていただくのが、この森の学校を作るということです。森の学校プロジェクト、実はこれは私が書いた一枚のスケッチなんですが、森の学校を作るときにですね、子どもたちや地域の人たちと作るときに、まあ、私はこうした本当に四角四面の鉄筋コンクリート、まあ、鉄筋コンクリートを完全否定するわけではもちろんありませんが、本当に子どもたちが感じ性の豊かな子どもたちが森の大きな命の中で生命を感じながらそういう学校を作りたいということをかねがね思っておりましたので、まあ、それを一枚の絵にします。そしてこれが一つの森の学校のスタートラインになりました。復興から発する、震災復興から発する教育の未来ということ、まあ、これが私の大きなテーマになりました。森の学校、通称こう呼ばれる学校はこの東松島市にあります。東松島市は、まあ、遠くの方以外の方には有名な松島ですね。日本三景の松島の東側にある町ですが、まあ、大変本当に自治体も力強くですね、アグレッシブな政策をされている町です。そしてこの中で共同町づくりのいろいろ手伝いをしてきたところ、その担当者がですね、これまた、まあ、エピソードも踏まえて今日話したいと思いますが、ちょうど教育委員会の次長さんになりました。そして震災を迎えていろんな交流、状況交換をしてたところ、教育委員会の中で、こちらのですね、このブルーのところが浸水した地域ですが、その赤印のところが、伸びる小学校というですね、伸びる地区という歴史資源がありますが、この本当に河口沿いのところで、大変大きな被害を受けました。子供たちが体育館に逃げて逃げ遅れる子がいたり、この2階の学校の校舎の2階まで水が入るほど大変な高波が来ました。まあ、その中で、
この東松島の宮の森小学校という学校になるわけですが、延びる小学校と宮田小学校を統合し、この高台に移転すると、これは被災された住宅地の移転住宅地であるとともに学校もそこに移転するという話が起きました。そしてなかなか震災の中でインフラの整備が優先されていましたので、都市再生機構もいろんな、計画を挙げていただいたんですが、私としてはその森をなるべく切らないでほしいなと思いながら一生懸命交渉してきました。で、学校についての計画が任されたときに、ぜひ森と共存する学校を作り、子どもたちに森の学校を送りたい、こう思ったわけです。そしてこの学校を作るときに大きな本当に同志を得たのは、もう昨年、今年ですね、亡くなられましたが、シーラビル・ニコルです。実は震災の時に私は東京におりまして、ちょうど福島の爆発がちょうど起きた 3.14 だったと思いますが、東京でアースデーというですね、世界イベントの日本事務局があった、その東京の代表ニコルさんがしていて、私が東北の代表してましたので、東京渋谷で集合しまして、東京からなんか人がこうどんどん逃げていくような、その真逆で都心に向かってスタジオから世界中に緊急発信をしました。で、その時にニコルさんと共に震災学校を共にやっていこうという話になりまして、私がさまざまな自治体に声をかけたんですが、本当に、なかなか南三陸も行政も壊滅してましたし、いろんな都市ありましたが、東松島市が真っ先に声を上げてくれて、まずは子どもたちのですね、心を癒したいということで、ニコラさんの根窓に持っているアファンの森というところに、この写真にあるような子どもたちをその夏ですが連れて行きました。そして子どもたちが本当に元気にみるみるになるんですね。いや、森の力素晴らしいなと、本当に子どもたちが元気になる様子を見て、本当に長野以上に宮城にも素晴らしい森があります。そしてその森の力が子どもたちを癒すのであれば、森を残した森の基本とした森の学校、それを作ろうということで、私がコンセプトを提案し、基本構想、基本計画を私の研究室で受けまして、建築家としてその後コンペで工藤和美さん、シーラカンスの、工藤先生をお願いして一緒に作り上げてきました。母の森さん、ニコルさんの財団には、そんなちょうど学校の後輩にある森作りをお願いしておりました。そして子どもたちと共に作り上げた学校、これが森の学校、宮の森小学校になります。その時にですね、本当に子どもたちと一緒に長野でこうしたワークショップを始め、世界中からいろんな取材が参りました。本当に子どもたちにどんな学校に入りたいか、それを一緒に作ろうとしたわけです。言ってみれば公立学校ですので、教育委員会が学校を作ってさあどうぞというふうになるわけで、子どもたちに意見を聞く学校というのはほとんどありません。そういう意味で公立学校ということで、これは私立の学校というふうに思われる時があるんですが、公立の学校ですので、これ全国展開できると私は思います。そういう意味で公立の学校で教育委員会が中心になって、子どもたちの意見を聞き、地域の人たちと共に意見を言いながら作り出した学校、これが宮の森小学校、そういうことになります。そしてまずはワークショップから始めようということで、この学校の学校作りが始まります。この子どもたちは本当にご両親やご兄弟、そういう方を失われたような、本当に子どもたちにこんな元気な顔をしてくれました。そして、夜にはですね、こうしたエンジンを組んで、焚き火をもとに悲しみを語り、それを森に置いて新しく出発しよう、そういうようなワークショップを続けてきました。そして自然と森と共に生きる道という言葉が生まれてきました。森と共にこれから生活することが我々の道ではないかと、そう思ったわけです。そしてこの森の学校のシンボルとして最初に作ったのがこのツリーハウスです。これはツリーハウスクリエイターの小林さんという方の作品ですが、地域の人々と共に学校が作るのにですね、2011年に作り始めて6年かかると言われました。6年、かかりました。2017年に竣工しましたので、その間に子どもたちは巣立っていってしまいますので、そういう意味でみんなと共にこの近くの原木を生かしたこのツリーハウスを作って、ここから森の学校をスタートしたわけです。今これは後輩の森にありまして、これも教材で使ったり、子どもたちが遊ぶ大きな、秘密基地、まさにトム・ソーヤの、あれですね、ハックルベリーフィン、まさに、秘密基地、私もこういうところで育ちましたので、子どもたちにこういうところとして育ってほしいなと
本当にみんなの笑い声が響く場になりました。そしてこの森の学校のコンセプトが出来上がります。一つは自然と共に生きる学校ということです。学校の重要な資源としての森、もともとも実はですね、学校の経緯を図ると学校の中に森を作るという制度があったんですね。まあ、そういう意味で森の学校に若干緑が残っているのはその経緯がありますが、いつの間にかそれを失われました。私も資格指名の学校のあり方に大変変更し、本当に苦労した人間ですので、ニコラさんと一緒に学校嫌いというか学校にうまく合わなかった人間が学校を作ったらどうしたらどんなものができるかということですね、教育先生方と一緒にいろいろけんけんがくがくやりながらやりました。まさに里山、そういうものの中に生きるそういう学校、命の力を学ぶ、自然の力を学ぶ、命の大切さを学ぶ、こうした森のさまざまなアクティビティを教材として作ることができる学校、こういうことですね。本当に里山の保全をしたそういう人々が一緒に学校で教える、そういう学校、また震災の後に命の大切さを学ぶ学校ということになります。もう一つは地域と共に生きる学校ということになります。これはですね、地域の重要な資源である森、そして文化、そして学校の先生だけではなくて炭焼きの名人やキノコ取りの名人、今日は畠山さんもおられますが、そういう柿取りの名人、そういう方が、これはぜひそういう形で、実は森の学校って言うと海の学校はないのかって言われるんですが、宮戸小学校は海に面して近くにありましたので、海のプログラムもあります。そういう意味では海里森、そういったプログラムをこの守りの学校ということで、まず学校自身が森の中に一体化した中で新たなフィールドとして教育を展開する、これが学校のコンセプトです。そしてもう一つ大事なことがあります。この学校を作っていくときに、私は建築都市計画の専門でしたので、ちょうど 前職のですね、大成建設におりましたときに、建設会社というと自然を破壊するというイメージあると思いますが、その中で随分戦って頑張ってきました。自然を尊重しながら何を作れるかということで、大成時代からこういうエコロジカルプランニングという手法があるんですが、地域の自然環境をしっかり読み取った上で、これは学校の立地も考えるということをご提案して、これ調べてみましたら、これもほぼ実証アセスだったんですが、環境アセスメントを本来するのが常道だと思いますが、小さい規模の場合、計画アセス、環境アセスが対象にならないケースがありますので、我々は財団とともに実証アセスをしました。そして調べたところ、本当にですね、カタクリの群落や、お高の営巣地もありました。そういう場所を避けて学校を作るということを市の方に提案して、こうした、まさに地域の自然の特徴をですね、まず知ろうと。そしてその地域の自然を知り、未来に伝えるということが大事だと思いました。そういうことで、この学校づくりそのものが一つの教育であり、まさに計画参加、住民参加ということを成し遂げようと思ったわけです。そして、この短い時間ではなかなか語り尽くせないんですが、いろんな社会効果が生まれてきました。これは最初に私が書いたスケッチで、これ見て学校だと思う人いませんね。これはロッジの、まさに別荘地の、ように思いますが、これを見て学校の先生が最初は随分驚愕をしました。この学校では、やはり生徒が管理できないと。でも生徒を管理できないような学校を作りたいんだと最初は真っ向から話していましたが、だんだん学校の先生も、その趣旨が分かっていただいて、自然と共に融合しながら、本当に資格指名のところではなくて、遊び場のような学校を作りたい。森の息吹を感じるような学校を作りたい。そんなことで、これは計画の一つの仕様ですが、カウンターパートとして、これだけのところから初めて、あるべき理想像に近づけていくということがありました。そして、また様々なことが起きてきました。この学校を中心にですね、福祉公共施設というところがありますが、森林セラピーをやりたいという学校、病院が手を挙げて進出していただいたり、またその山林のいうところで、東野の方で馬飯というですね、馬を、使った林業があるんですが、そういうことをしていただく方をお呼びして、そういった山林の整備や、また散歩道、そういうものを作ることができるようになりました。馬は本当に山のですね、痛めず登っていきますので、そこを人間の歩く道にするということで、チップを、敷いた、素晴らしい散歩道ができたわけです。そのようなことから、
言ってみれば学校というものを起点に学校のその他のコミュニティ全体が一つに結びついていったわけです。それを私はまさにコミュニティデザインというふうに呼びたいと思います。まさに森の学校という挑戦がこのコミュニティデザインにつながっていった。そして里山ではさまざまな農業をされている方、そういうところとの連携によっていろんな教育プログラムが生まれてきます。そして私が、作っていた最初の、この基本計画図がこれです。これを見ていただくと、この、等高線ですね、これをご覧いただければ分かると思います。下に、住宅地がありますが、このところの等高線を切ってこの敷地を作りました。これはどういうことかというと、これをですね、学校の側からすれば長方形の四角四面がいいんですが、これを切ると後ろの野党と書いてありますが、ここに水道があって鳥やさまざまな昆虫や生態系が集まるこの重要なところを壊してしまいます。そしてそのためにそれを守るためにこの等高線にあった形を一生懸命この若干ここだけこう切った一部だけですね、山の頂上を少し切れていますが、その上にもみの木があります。このもみの木を残そうと、そういうことを残しながらこの地形を尊重して、言ってみれば自然に負ける計画、建築っていうのは建築というのは自然を破壊する面もあると思いますが、自然に負ける建築ということを唱えた建築家もいますが、自然にまず準じた建築のあり方、そしてそのためのこの学校の校舎のあり方を随分検討しました。最初は使いにくいという批判もありましたが、いろんなことを提案を考えながら、こうした学校の形を作り上げて、自然、森と共生するこの学校の配置計画が出来上がっていきます。そして、もみの木が、なんとか、実はこのもみの木が何度も切られそうになります。このちょうどこの地域のシンボルツリーでもあるそのもみの木を、残し、また野党を残すことによって、森というものを本当に間近に感じる、森を潰すことなく、この学校を存立させる。これが私が目指してきたことです。言うならば森の生命を守る建築を作るということをテーマにしてきました。そして学生とともにですね、こういう模型をたくさん作って、このここにあるような豊かな森が目の前に来るということを一生懸命訴えました。そして森とともに、子どもたちが、学びの成長を遂げる、そういう学校を作ろうということで、計画が進んでいきます。そしてこの森とともに学び育つというその環境、これはハードに限ったことではありません。これは実は森とともに学ぶプログラム、これを提示し、これを今学校の先生方と一緒に共に作っています。例えば一つだけお話しすると、この葉脈のステンドグラス、理科の光合成を教室でやるのではなくて森の中でやり、そしてそれをベースに図工でステンドグラスを作る。またもう一つだけ話をしますと、森の間伐で生まれた木によって工作をし、楽器を作り、音楽会をする。まさに、もちろんご教科のみならず、さまざまな教科が、この森の中でプログラムを展開できる。こういうものを今、挑戦しております。また、美しい森を一体感を感じ取るようなこういう建築空間を作りたいということで、これ2013年の1月に書いてますが、こういった、これは一つのオマージュのようですが、木の形をした柱、こういうものも書いたりしていました。森の森羅万象を感じる木の教室ということです。そして、これはちょっと手前味噌になりますが、こうした形で建築家の工藤和美先生がその DNA をしっかりと受け継いでいただいて、この木の形、これを結晶ではなくて、これがちゃんとした柱で作られています。そうした子どもたちと語り合った夢を、本当にこの学校作りに生かすことができたということになります。この森と一体化した学び屋、そして今日のテーマである学校がまさに地域のコモンズ、これは今コミュニティスクールということについて、もう推進されていますが、学校が地域のコモンズになり得るかと、そういう挑戦でもありました。そして、こうしてですね、森の学校ができてきます。こうした教室が小屋作りになっておりまして、その上に20年かかっています。これは2つ意味があります。一つは、私の最初の絵をご覧いただいたと思いますが、小さなコテージが並んでいるような、そのイメージを再現しました。そしてその上に、この大屋根をかける一つの一体感をもたらした。この分節した空間。何かどこか学校に来て逃げ場があるような空間。そして木の本当に命、優しさに包まれた空間。これが作りたかったわけです。そしてもう一つ、
この意味には実は二重構造の屋根による防音対策がありました。これは東松島市はブルーインパルスが飛ぶことで有名で、この騒音対策が大変でした。それによって防衛省は、鉄筋コンクリート造であれば無償で建物を作っていただくという、そういうことがありました。それがこの計画の途中で出てきまして、本当に多くぐらついた時期がありました。ただその当時の安倍市長または議会行政の皆様が全部が一団となって、この我々の思いを汲み取っていただいて、それを防衛省からの誘いをお断りして、記載をしながら震災復興のお金と市のお金でこの学校ができました。本当に子どもたちの望むこの学校が一時は、一瞬にしてこれが、失われる、そういう危険が何度もありました。まさにプロジェクト X ですね。そういう意味ではこの二重構造の屋根、実は今エピソードで明かせば二重構造、このによって本当は防音が可能かどうかというのは本当に微妙なところでした。ヤマハといろんなところに防音の装置、ガラスやいろんなことを研究していただいて、なんとかクリアできました。そしてもう一つ面白いエピソードはですね、このブルーインパルス、それほど大変敏感に思っていた、それが実はブルーインパルスの音がですね、子どもたちは大好きで、それを聞くのが大好きだということがありました。教育っていうものの、先に本当の学びがありますね。子どもたちはブルーインパルスの音がですね、かっこいいということで、全然邪魔にならないんですね。ただそれは基準ですので、なんとかデシベルを抑えてやりましたが、本当に学校という中でさまざまな学びがあり、この計画の DNA と、また子どもたちのブルーインパルスの何か思いというのも、何か引き継がれた DNA を感じました。計画というのは、本当に構想から計画、設計、実現、運営まで大変長い道のりがあります。その中で DNA を本当に引き継いでいけるか、それが大きな戦いでありました。森というものは本当に素晴らしい力を持っています。そしてもう一つ、子どもたちの願いを叶える。これを私の使命にしてきました。たくさんのワークショップの中で子どもたちが、無理難題というか、いろんな言葉を言ってくれました。その一つがですね、これです。子どもたちが木の体育館が欲しいというふうに言いました。で、木のプールも欲しいと言ったんですが、木のプールはなかなか難しかったんですが、この木の体育館を送ることができました。大変美しいですね。こういう木造のトラスで、またこの舞台には、はい、まさに森が背景になるような仕組みになっています。そしてここで小学生が、卒業式や入学式を経て、社会に、高校、中学、高校に飛び立っていくことになりました。こうした美しい木造トラスの生み出す、本当に暖かな空間、これも森の一つの森の造形だというふうに思います。そして森の入り口、これも子どもたちがですね、森の生活、まさに、ソロのボルデンのように森に、の中でいろんな、また、生活を楽しみ、またセンスオブワンダー、レイチェル・カーソンのセンスオブワンダーを感じるような、そういう場を作る。それができたことを嬉しく思います。そしてこれは、森の学校から、森に出るところの、まさにこう出発台のようなところに埋め込んである木の年輪の壁なんですが、ここに子どもたちが本当に気に入って、集まっているんですね。何か、木にささやきに耳を傾けるような、そういう場所になりました。木の生命力というのは本当に素晴らしいですね。ということで、この森の学校、宮の森小学校、これ宮、まさに、宮戸小学校、伸びる小学校、そして森の学校の3文字を合わせて宮の森小学校ということにしました。主題歌は、この校歌を、加藤徹子さんが作っていただいているわけです。そして、この震災復興から発する教育の未来、子どもたちの未来を考えること、で教育の未来を考えること、で空間の未来を考えること、また地域の未来を考えること、こういうふうな足跡だったというふうに思います。そして2017年、構想から6年かかりました、本当に。1月7日にこれが落成を迎えて誕生いたします。そして先ほどお話ししましたように、2017年、この宮の森小学校がグッドデザイン賞の2017をいただきます。ちょうど審査員にコミュニティデザインの山崎伊代さんがいらっしゃったんですけど、本当にそのコミュニティデザインの進化を語り合ったんですが、地域の人々が
地域のこういったいわゆるコモンズ、社会的な共有財産ですね。すみません、よくわかりません。社会的 共通資本ですね、とも言えますね。こういったコミュニティの財産、そういうものを、しっかりとこれからうち作り上げていく、そういう一つの代表的なプロジェクトになったということ、これを称して、この地域への試みについてこのご提案書をいただきました。そして、これが、この10年の経過をですね、しっかりと、次につなげていくために作り上げたのはこの森の学校を作るという本です。この時我々がどういう震災復興に立ち向かったか、行政や市民や子どもたちがどのように、また専門家がどのようにこの計画に携わっていったのか、こういうことをですね、綴った本です。そして、2017年日本経済行政学会の計画書、2020年にはまた、こちらの学会で、学会賞をいただくことができました。これを通じてですね、またこれを世の中に、広める機会をいただいたことを大変嬉しく、思っておりますし、また、この場を借りて御礼を申し上げたいというふうに思います。そして、この復興の道程を、未来につないでいくというのがこれからの使命になるわけですが、最後まとめさせていただきますと、復興から学ぶ未来の未来創造への要諦ということで、一つはコモンズの再構築ということを申し上げたいというふうに思います。これはコモンズという言葉、これは大変アワコモンフューチャーの中にも描かれているような、地球自身も実は共有財産という意味ですが、我々が地域でいろいろ育ってきたら、その地域の森や海、そういうものがやはり地域の共有財産としてのコモンズとして捉えたときに、復興で我々が感じたこと、多くの循環や連鎖を感じました。自然の尊重は命の連鎖ですし、人間性というものも大変失われていくこの20世紀だったと思います。そういう意味では心の連鎖、そして多くの志のある人々が、新しい、挑戦的な改革を成し遂げました。そういう志の連鎖、そういうものは実はコモンズを再構築していく重要な一つのエネルギーというか鍵だと思います。そして持続可能な地域を作っていく3つの要素、これは1つは地域資源力ですね。地域の資源、これも大きな意味があって、地域の資源というのはもし発見されなければ地域の資源と言えます。まず地域の資源を発見し、そして地域の自治、これはガバナンスという意味で取っていますが、地域の中でそれをどういうふうに、マネジメント、ガバナンスしていくか。そしてもう1つは地域の経営力、これは私のコミュニティビジネスというものを専門にしているんですが、地域でそれを事業化して、地域の人々がそのしっかりとした利益を地域に還元しておくような仕組みを作る。これが大きな3つの鍵ではないかなというふうに思っています。そして、遠くから、震災復興から発する遠くの未来創造、このテーマとしては、まずこの持続可能なコモンズを創造していくと。さまざまな震災の中で、破壊され、また今再生されているさまざまな街づくりの形がありますが、まずは大きなコミュニティ、そしていろいろな社会的な、財産、そして、事業やさまざまなつながり、こういうものをつなぎ止めて再生していくということですね。こういう意味では地域未来共創という言葉を、私は掲げたいと思いますが、コークリエーションということですね。共に作っていくという共創という言葉がこれからの大きなテーマになるのではないかなというふうに思います。サステナブルコモンズデザインというふうに名付けたいと思います。そしてこの SDGs の17番目の指標、これをいつも最近皆さんに申し上げていますが、17番目の指標は皆さんもよくご存知の通りパートナーシップという言葉が打たれています。今日の畠山さんのですね、森と海の恋人もある意味ではパートナーシップであるでしょうし、この森の学校が作ってきた取り組みも子どもたちや、まさに地域やまた学校、そういうもののパートナーシップをどう作っていくか、自然との人間と自然のパートナーシップをどう作っていくかということだと思います。その発想の中には大変古典的なテーマではありますが、このコモンズということが、我々の共通の財産としての未来を作るということが大きなテーマになっていくというふうに思います。ということで、ほぼおおむね時間になるというふうに思いますが、遠くの未来、まさにこの森の学校の今回挑戦というところからお話しさせていただきましたが、今日このような場でさまざまな講演をもとに、また
永続可能なその未来、遠くの未来創造や日本の未来について語り合えればというふうに思います。それでは私からの講演としては以上となります。ご清聴ありがとうございました。浅見先生、どうもありがとうございました。それでは、もし若干お時間がありますので、もし参加者の皆様から、先ほどの畠山先生のご発表も含めてご質問がありましたら、短い質問でありましたらお受けできる時間もあるかと思いますので、もしございましたら、ズームの挙手のボタンを上げていただけ、押していただけますでしょうか。そうですね。では、この段階では特に、挙手等はありませんでしたので、次の、質問させていただきたいと思います。風見先生、どうもありがとうございました。次に、研究報告をいただきます。研究報告は、国立環境研究所、福島地域共同研究拠点研究員の辻隆さんよりお願いいたします。辻さん、よろしくお願いします。はい、ご紹介ありがとうございます。国立環境研究所の辻と申します。まず画面共有させていただきます。はい、見えてますでしょうか。よろしいでしょうか。